こんにち自営業専門の税理士川南です。本日の動画、皆さん最近このワード聞いたことあるんじゃないでしょうか。マイクロ法人について。これは個人事業と法人の要はいいとこ取りをするというスキームになります。これについて解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの上、Twitter、インスタ、TikTok やっておりますので、ぜひそちらの方の方も合わせてチェックしてください。それではマイクロ法人についての解説動画していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。それでは法人と自営業のいいとこ取り、マイクロ法人について本日の動画で解説します。 していきたいと思います。最近ね聞いたこともある方も多いと思うんですけど、ざっくりしとた全体のイメージ、こういうものだよっていうのを今回の動画で紹介していきたいと思います。本日の内容です。まずマイクロ法人っていうのはどういう法人のことかについて解説します。そしてマイクロ法人の全体像のイメージを解説します。そしてこちらね、二刀流って言われてるんですけど、これはお金の大学両先生がね、あの満たした言葉かなと思うんですけど、要はね、個人事業と法人と両方持ってするとメリットが大きいよ。もしね気になる方はこの両学長のね、あのお金の大学の方の動画を見ていただけるといいかと思います。で今回は二刀流 理由の次にね、メリットとデメリットをしっかりと解説してそして二刀流ねこの両方のいいとこ取りをする条件で最後にアドバイス本日の内容はこのような流れでいきたいと思いますではマイクロ法人とはどういうことかと言いますと規模の拡大を目的としない1、まあ、人会社1人社長一人で経営する会社のことだと思ってください要は法人化の中でもこの小さい小さい会社を立ち上げる小さい会社を持つっていうイメージで マイクロ法人っていうようなものだと思うといいかと思います。そして注意点なんですけど、個人を、まあ、要は個人事業を法人化するとか法人なりするっていう話では今回はありません。今回のこのマイクロ法人のね、両方のいいとこを取ろうっていうこの方法は、個人と法人両方を持って掛け持ちするという方法となります。ここね、ポイントですので押さえてください。そしてこれをすること、まあ、要はね、個人事業と法人なり小さなマイクロ法人を持つことで、社会保険料と税金を抑えるっていうスキームになります。そしてメリットと、ね、デメリットをやはりこれもね、知ってやる必要がある かなとといいいうにに思ままししたたたのので今回動画の方にさせていただききちんねメリットデメリットを知って自分はどうなのかなとかね向いているのかな向いてないのかなっていうのを判断していただければと思います。はい。まずね、マイクロ法人のまず全体像を見たいと思います。なんかこうでこうでこうでって説明してしまうと皆さんね、一体何のことを言ってるのかなとかね、よくわからないという風になると思うので、要はトータルでまずざっくりと全体像を見ます。これは社会保険を、えー、とマイクロ法人、小さいね、立ち上げた法人で払うことで、社会保険と税金を抑えようっていうのがこのマイクロ法人の全体像となります。例えばこちら 個人事業のみ持っている今のね、スタイル、皆さんのスタイルだと思うんですけど、個人事業のみ持っている場合だと、ビジネスが大きくなればなるほど、社会保険料の負担を増しますし、要はね、国民健康保険の支払いのね、毎月の金額が上がってくると思うんですね。高いなーってね、皆さんね、国民健康保険を持っている、ね、自営業の方多いと思います。あと、税金も同じくなんですけど、ビジネスが大きくなればなるほど、負担は増していきます。それを、こういう風なね、今矢印で持ってますけど、こっちね、個人事業税とマイクロ法人を持つことで、分散しようってことですね。で社会保険料に ついてはこのマイクロ法人の方を自分が一人社長だとしても役員報酬という形で報酬をもらうので分かりやすく言うと会社員の一人になったっていうような感覚と同じようなものだと思ってください。やはりね会社員の厚生年金とかけ健康保険ってやっぱ手厚いですよね。それを個人事業の方ではなくてマイクロ法人を立ち上げることで自分の分の,その社会保険料を払っていくこっちのマイクロ法人で払うことによって最小化しつつも手厚いものをもらおうというね会社員と同じものをもらおうという風な形にするのがこのマイクロ法人。 点になります。そしてもう一つです。税金を分割、まあ、分散させるってイメージですね。個人事業ねのみだけやってると税金をね利益が上がれば上がるほど高くなっていきますので負担感が増していきます。それを個人事業と法人の方に売上げというかねこのビジネスを分け合う、税金を分け合うということでなるべく負担をねそのゼロになるわけじゃないですよもちろんね。なのでこの分割して少しでもねも安く収めようっていうのがこのマイクロ法人の全体像のやり方方法だと思います。ですので社会保険料を最小化するっていうのが一つの目的と 税金ののの分散させるというのが全体像このマイクロ法人、まあ、要は、ね、自営と法人両方を持つっていうところのメリットの全体像だと思ってくださいこれが目的でマイクロ法人を持つのか持たないのかっていうのを判断していければといいと思います次じゃあねメリットとデメリットについて紹介していきますねはいそれではね二刀流、まあ、法人と自営業のいいとこ取りのメリットとデメリットについて順番に紹介していきたいと思いますまずメリットの方からいきたいと思いますつ目のののメリットが社社会会保保険険料料を節約でできるいうことと、ね、ううといいいううううこすねはども 国これね、やはり、あの、個人事業だとね、利益が上がれば上がるほど、国民健康負担が上がっていき、負担が大きくなるな、というふうに思ってる方多いと思います。これも、役員報酬。要は、マイクロ法人の方で役員報酬を出して加入することで、個人事業の方の加入は不要になります。これが一つ目のメリットです。二つ目のメリットが、所得税と住民税を節税できる。それぞれの恩恵を得ようっていうのが二つ目のメリットになります。どういうことかと言いますと、個人事業のアウル申告控除、まあ、最大65万円もらえるんですけど、この65万円と、 マイクロ法人の方には役員報酬なので給与所得控除というのが最低55万円についてくるんですねこの個人事業のね控除と給与所得控除の両方をもらおうのが今回のこの法人と自営業のいいとこ取りをしようというスキームになりますでこのマイクロ法人の給与所得控除が最低55万円っていう風なこれがねちょっとポイントなんですけども例えば役員報酬を月4.5万円出したとして12ヶ月かけると54万円なんですよねで54万円から給与所得の最低控除っていうのは55万円あるので要は所得税税住民税がかからない ってことこになるんですねもちろんこれはねそのマイクロ法人のね利益や他のね経費の兼ね合いによってもう少し上げることもあるかと思うんですけど要は役員報酬をギリギリまで下げると調整してギリギリまで下げるというのがこのマイクロ法人のスキームのコツというかポイントになりますそして3つ目のメリットとしては役員社宅として自宅を経費にすることができます賃貸の場合になるんですけど自宅家賃を経費にすることができます要はマイクロ法人のほうの経費にするってことですねで1つ注意点なんですけど持ち家の場合はこの法人所有にしてしまうと住宅ローンの兼ね合いで 工事がでできなくなくったりしますのこここだだけはあの注意してくださいねこちらでのね、得を取ろうとして、こっちで損してしまうっていうケースがありますので、ここだけはきちんと調べて、この兼ね合いに注意するようにしてください。次、デメリットを次のスライドで紹介していきます。はい、二刀流のデメリットです。要は、法人と自営業両方やることのデメリットですね。一つ目、会計の難易度が高くなります。要は、個人事業の会計とマイクロ法人、二つの経理をしていかなければならないので、やっぱ負担はある。まあ、はっきり言って、ぶっちゃけめんどくさいですよね。そして、マイクロ法人という申告は、法人 決算と同じです要はね、法人なりしたとかね、個人事業から法人なりしたっていう方、法人の決算が来ると思うんですけど、じゃあ、マイクロ法人は申告が違うのか、楽なのかっていうと、法人決算と同じ書類を出しますので、マイクロ法人とはいえ、法人決算の手間、負担感は一緒です。なので、やはり税理士を雇わないといけなくなるっていうに、その辺の料金は負担になるかなというのがデメリットになりますかね。そしてやはりなんといっても、経理、事務の負担が大きいです。2個経理するので、あと役員報酬の事務手続きなどもありますので、やはり経理、事務の負担が大きくなりますね。この両方を持つ ことで大きくなるかと思います。でね、あの面倒くさいことにこっちの事業とこっちの事業って2つ持つので、この仕事はこっちに請求書が出て、この領収書を出すっていう風うにこの全てのね。ものを分けないといけませんので、こっちの経費はこっちこっちはこっちだよね。っていう風うに2つ管理するっていう。この区分などの手間もかかると思ってください。はい、そして2つ目のデメリットです。マイクロ法人って言えど、最低約7万円の税金がかかることになります。これは法人なみの時でもね。デメリットになると思ったんですけど、利益がゼロの場合、個人事業だとね。所得税とね。住民税は0になるんですけど、赤字で。 税がゼロでも法人は法人人は住ここのね7万円のこの金額を、まあ、メリットと取,取るかデメリットに取るかっていうの人によって違いますしこのスキームによって7万円くらい別に税金かかってもいいよっていうふうに思う方もいますはいそして3つ目は税務調査のリスクが上がるってことですねやはり2社あるのでやっぱね個人事業だけの場合よりもやはり両方取ってるとまあどっちかに税務調査が入る可能性は上がりますよね絶対100%じゃないけどリスクは上がる、まあ、可能性は上がる あるという風に思ってください。2つあるからです。というわけで、こちらの3つがデメリットになります。じゃあ次にね。このマイクロ法人と個人事業両方を持つ条件について、次のスライドで解説していきます。はい、二刀流の条件なんですけど、1つ目は会社員ではないことです。これね、会社員の方がもう1つマイクロ法人を持っても同じなんていうんだろう。会社員投資、もう厚生年金にかけてるのに、もう1つ厚生年金にかけるってことはできませんので、会社員ではないってことがまず1つ目ね。当たり前といえば当たり前なんですけど、条件になります。もうすでに会社員だと社会保険料をかけているので、その意味はないですよってことですね。なので。 今回ははこのののの個人事業業主ななならでスススキキーーームムににっっててと思ってくださいはね自営業フリーランスの方向けのスキームになりますそして、二つ目の条件なんですけど、これ、マイクロ法人で稼ぎすぎないというのが大きなポイントになってきます。ここであまり稼ぐビジネスをマイクロ法人でしてしまうと、マイクロではなくなってしまって、普通の法人になってしまいますよね。それとすると、法人の税金が上がるってことになります。で、税金が上がるってなって、役員報酬をそうすると上げたくなるんですね。そして、役員報酬を上げると、社会保険料も上がるんです。そうすると、本来やろうと思っていたマイクロ法人ではなくなってしまいますので、 注意点ですでこの法人の税金が上がる仕組みと役員報酬を上げると社会保険料が上がるよっていうようなことは法人なりの、ね、この個人が法人化するメリットデメリットという動画でね詳しく解説してますのでちょっとどういうことかなと思った方はこの前の猫、ね、の動画見ていただけるとよりマイクロ法人の動画の理解力が上がると思いますそしてこっち3つ目これね大事な注意点なんですけど別の事業の必要があります要は個人事業主のビジネスとマイクロ法人のビジネスは別事業というふうに似たようなビジネスではダメ通過しないと思ってくださいですので別々の事業である 必要がありますなので同じビジネスはダメってことですね。だから税理事業をしていて、マイクロ法人の方も税理事業をするっていうのはダメですね。通過しません。なので、例えば個人事業がコンサルをしていて、マイクロ法人の方ね、不動産業をしているとか、要は個人では事業をしているんだけど、マイクロ法人では小売業をしているよっていうふうに、ジャンルの違うビジネスを2つ持っている方、もしくは2つ持てる可能性がある方じゃないと、マイクロ法人のこのスキンは使えませんので、ご注意ください。とさらにすると、1つ目の,この会社員ではないことで、会社員だともうやってるから意味ないよっていうのと、2つ目、マイクロ法人で 稼ぎ始めるとマイクロの法人でなんか普通の法人になってしまいますので、そうするとちょっとあまり面白くないというか、この2つ持つメリットがなくなってくるってことですね。そして3つ目のポイントが別の事業の必要があります。同じビジネスでは別々で持てないってことですね。そこだけご注意ください。ここを意外とね。あの漏れてる方が多い気がします。この別のビジネスじゃないとダメだよって言うとえあ、そうか、それのビジネス、ちょっと持ってないかもっていう方いらっしゃるので、ここ必ず重要な条件になりますので、忘れないようにしてください。まあ、両方のいいとこどりをしようとする。まとめです。まあ、役員報酬が給与所得控除が5。5万円。 っていうのを頭に入れてギリギリまで低く設定するっていう方法が一つ目のポイントです。要は月5万円前後、そしてビジネスこの法人の方のビジネスの赤字があまり儲けが出ないような設定をしてください。ここでね大きなビジネスになってくるとマイクロ法人ではなくただの法人になってしまいます。もちろんなんですけどこの二刀流のメリットというのは大きいです。要はね社会保険料も抑えれますし、この給与所得55と青色申告65を両方使えるとなってこう手取りのねもらえるあの自分のなんだろ使える金額があの大きくなるんですよ。なのでメリットは大きいと思います。そういう面ではその代わり。 デメリットトトはは手間とととココススがが負担かかかかかるっててここでですねこれは本当にコストをかけてまでやりたいと思うかどうどだと思いますだから面倒くさがり屋の人は向いてないですしか細かいことスキームみたいなのが好きな人とかやっぱ苦にならない人っているんですよそういう方には向いているスキームだと思いますでも、えー、と私もそうなんですけどあまりこういうのが好きなタイプでないこのこん,めんど面倒くさいことしたくないとか自分で確かにどっちの申告もできるしあの経理の知識もあるんですけどこの2つに分けてこっちがこっちの仕事でこっちのあっちの仕事でっていう風に分けたりするこの一手間の工夫が私は結構嫌だっていう 苦手だななと思うタイプなので人私はその税金が多少高くても個人事業主のこ自由な形が好きなので一人税理士スタイルっていうのもあって多少高くてもたとえ税金がね個人事業でいいかなっていうふうに思っているタイプなのでもちろんこのマイクロ法人とかのスキームっていうのは知ってはいるんですけどそこまでしてやりたいか自分がと思うと私はちょっと個人的にですよあのいい悪いかではなく私は個人的にもういいからなんかごめんだなっていうふうに思ってしまうタイプです自分でできても 思ってしまうなんか世の中にはねはマイクロ法人とかこういうスキーム使ってらっしゃる方いるんですけどじゃあねお客さんとかのために動いてないかって言っそういうことじゃないんですけど私は結構このスキーム好きではないというかねあめんどくさいなと思ってしまうのでこう手は手間とコストがかかるっていう方をデメリットに捉えてしまうタイプだと思いますでも中にはこういうのが面もく思うとかああこんなお得ならやってみようとかこれ好きな人っているんですよそういう方はこういうスキーム向いてると思うのでぜひぜひ確かにお得です本当にこれメリットが大きいのでお得だと思うのでそういう方はぜひぜひ挑戦してみていいのかなというふうに思いますそれ最後 なんでですけどこのスキームがいつまで使えるかともう例えばねこの法改正が入ったら終わりですのでその点だけあのご理解ください。これはねあのいつまで使えるか不明っていうのは結構他の動画でも言ってらっしゃるんですけどずっと変わらないかもしれないしやっぱりね手が入るかもしれませんしこの辺あたりはねちょっとブラックゾーンじゃないんですけどややグレーなゾーンなんですよね。もしかしたらこのスキームがいつまで使えるかっていうのは不明。要は自己責任でやってくださいねやる場合はってことです。さあスキーム好きな方はぜひ挑戦してみてください。結構かなりお得だと思います。要もね両方のいい すといますけどというわけで本日の動画以上になります。はい、それではこのように自営業やフリーランス向けに役に立つ情報をこまめに動画で上げていってますのでチャンネル登録の方見逃さないようによろしくお願いします。あと、いいねと高評価ボタン、感想をいただけると励みになりますのでぜひよろしくお願いします。あと、私はインスタグラム、ツイッター、TikTok もやってます。TikTok の方はね、半年で5.4万人フォロワーがいるという状態になってますのでぜひ一度覗いてみてください。概要欄から飛べるようになっております。私はオンラインサロンも運営していて、JDC 川南に 会議室ということで、オンライン上に税理士を味方につけようというコンセプトでやってます。メリット1つ目が質問と相談がオンラインでいつでも自由な時にメンバーになればすることができる。2つ目がズームサロンということで、ズームを定期的に開催してますので、そこでねメンバーと私同士の交流を図ることが直接できますので、その時に相談に質問することも OK です。これ2つ目のメリットです。そして3つ目、税理士の裏側を公開しております。まあ、ビジネスのやり方とか、SNS 集客の仕方、えー、YouTube やっていくとかの裏側、まあ、時事ネタとかね新しい税金情報入りましたら、オンラインサロンだけにほとんど今投げておりますので、外には 公開ししててててておりりりまませんででですすのののオンンンラインサロンに入りたいいいいよっていう方方はは概要欄 URL ああそこからククリックして興味ある方はぜひ覗いてみてくださいメンバーはほとんど YouTube を見たって方から成り立っているサロンですので、ね、なんか知らない人ばっかりで大丈夫かなっていう不安はないかと思います。あと、私は初めての本を出版することになりました。2020年の1月に出版、まあ、発売予定です。今ね、絶賛執筆中なんですけど、一番ちょっと苦しい時期ですよね。えー、どんな本かというと、自営業やフリーランスため、まあ、生き抜くための最低限のルール、まあ、世の中のルールを知っとかないといけないよっていう税金、経理、 世の中のルールをぎゅっと圧縮したような本になったって Q&、A、形式で進んでいきます。ですので、ぜひ、本の出版、頑張って今、執筆中ですので、またね、情報、詳しい情報、タイトルとかね、出ましたら、アマゾンユーク始まってよって言ったら、また YouTube の方で大々的にね宣伝させていただきたいと思いますので、ぜひ皆さん、楽しみに待っておってください。では、本日の動画は以上かな。あと、本の出版グループということで、Facebook のねグループで無料でグループ作ってます。出版の要は裏側をちょこちょこと情報交換してますので、そちら気になるなって方はね、Facebook グループの方で検索していただいて、ぜひ探してみてください。こちらは無料で させていただいてますのでリクエストいただければ承認していく形になります。はいそれでは本日の動画は以上になります。最後までいつも見てくださってくれてる方ありがとうございます。ではまたの動画でお会いしましょう。次もまたね皆さんのあの興味のなのある内容とか役に立つ内容をね考えておりますのでぜひぜひチャンネル登録と見がしさんぜひ動画の方を見ていただければと思います。それでは税理士川上でしたまたの動画でお会いしましょう。それではまた。